はい、格闘オタグニュース、ゾウの雑白です。盆栽柔術、アラン・ヒロ・ヤマニハが朝倉海に絶対勝てる3つの根拠についてです。ライジン30がいよいよ迫ってきました。バンダム級グランプリ2回戦の勝敗予想などは、どの試合も一方的なものになっています。特に朝倉海選手 VS 盆栽柔術の第3の使徒、アラン・ヒロ・ヤマニハ選手は、ほぼ全員が朝倉海選手 KO の圧倒的勝利を予想しています。前田明さんに関しては、自分だったら絶対にこの試合は組まない、朝倉海はヒロ・ヤマニハ選手を壊してしまうと、圧勝どころか相手にすらならない実力差だと解説していました。確かに格闘関係者ほぼ全員が朝倉海 KO 勝ちで間違いないと言っています。しかし本当にそうでしょうか。盆栽柔術の第3のヒロが朝倉海に絶対に勝つ3つの根拠を解説していきます。まず朝倉の海の敗戦及び苦戦した試合から共通点を見出していきましょう。敗戦は堀口恭司選手、マネルのケープ、ムンのジェフン戦です。苦戦はカマセイヌ界のエリート中のエリート、キザエモン選手です。ここからわかるのはシンプルにストライカーに弱いことです。逆にバンタム地点のオギチャネル、佐々木ウルカ選手などのグラップラーには圧勝しています。 MMA のセオリーではストライカーはグラップラーに弱いのですが、朝倉の会はグラップラーに強いのです。その理由は何でしょうか。それは以前の動画で話しましたが、堀口貯金です。グラップラーはストライカーと戦うときに絶対にやってはいけないのが、打撃にビビって下がってしまうことです。特にリーチの長い朝倉の会相手に下がってしまってはまず勝てません。しかし堀口選手に朝倉の会が勝ったことで堀口貯金ができ、オギチャネル佐々木ウルカ選手はビビってしまい、もちろん負けました。朝倉の会に負けたのではなく、堀口貯金に負けたのです。またバンダム最弱渡辺修斗選手は、朝倉選手にビビらずに片足タックルに行ったところ、何度も足を取ることに成功しています。実はストライカーである盆栽第3のヒロはビビるはずもなく戦えるでしょう。なぜならコーチの怪物くんは昔朝倉兄弟と練習をしていたことがあるからです。等身大の朝倉の会で戦略を立てることができるでしょう。また朝倉の会はフィジカルの強さが強みですが、堀口選手やマネルのケープのようなアスリートには強さが発揮できませんでした。盆栽第3のヒロもフィジカルモンスターです。しかもカーフキックの使い手です。ヒロ・ヤマニハ選手はストライカーであり、フィジカルモンスターであり、カーフキックを得意とします。朝倉の会としては圧勝できるほどの余裕はないはずです。しかも1週間前に YouTube 登録者数100万人チャレンジライブなど、朝倉の会は余裕をぶっかましています。ヒロ・ヤマニハ選手の最大の弱点はフィジカルモンスターのアキレス腱、スタミナです。しかし今回は地元愛知を離れ、浜松のジム近くに単身住み込み、コンディションは万全です。アキレス腱のなくなったヒロ・ヤマニハには勝機が十分にあるのではないでしょうか。ビジネス彼女、キング・ボンビー・ショコタンとおソロの浴衣で追加割り対決をしている朝倉の会の勝利は風前の灯火です。ズバリヒロ・ヤマニハの勝つ確率は、東京フレンドパークの最後のダーツで2回連続パジェロを当てるぐらいあるでしょう。以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければヒロ・ヤマニハ応援 T シャツをお買い求めください。次の動画はライジン30ゾウのガチ予想です。それではさよなら、さよなら、さよなら。